酔い酔いは不快な症状を引き起こす生態影響の一種。酒などを摂取した時に引き起こされる酒酔いや乗り物などに乗った時に起こる乗り物酔いなどがある。酔いは紀元前400年頃には知られており、ヒポクラテスは後悔するとわかるように動かされると体の働きが乱れて吐き気が起こるものである。と記している。また、根弱物語集。 第28巻、第2には、このものとも、車酔い浸る心地ともなれば、濃くて心地悪く、せえて、目てんてまんの、物逆さ,さまに見ゆ。と、源のよりみつの老頭三人が初めて牛車に、乗った、際の車酔いについて書かれている。現代では、自動車等による乗り物酔いのほか、映像酔いや、宇宙酔いなど新たな要因によるものも現れている。種類に含まれる。 エチルアルコールには、短暦、酩定、耐性、依存といった、薬理学的特性がある。飲酒により、酩定状態になると、直接的には、身体運動機能、認知機能、感情理性制御の低下を生じる。さらにこれらが要因となって、交通事故、転倒事故、転落事故、頭部外傷、溺水や凍死、突物吸引や誤飲などの事故が起きることもある。 乗り物酔いは三半期間の誤作動により、自律神経に異常が発生した場合に起こる症状で、あり、振動、視覚刺激、嗅覚刺激などが要因で引き起こされる、自律神経系失調による、一過性のめまい、吐き気などの症状を指す。ありがとうございます。